おいっす、今日はストーリーズやっていこうかなと思います。前回の続きですね。前回なんか火山に来いっていう風にこの人に言われて、ダン先輩だね、出発する前にこれをやろう。俺のライダーノートだ。お前のライダーノートいらないよ。覚えたことを振り返ることができる。ああ、そうですね。メモ大事ですからね。振り返るにはキャンプメニューにあるライダーノートボタン選択と。ああ、はいはい。まあなんかちょくちょく使うやつかな。はい、たくさんの知識が必要と。まあ難しく考えることはない。大事なのは愛とラブだ。どっちも同じ意味。さあ行きましょう。ナビル、私と同じツッコミをしてますね。はっはっは、細かいことは気にするな。それじゃあ出発しよう。試練の先には希望に満ちたキラキラの未来が待っているぞ。さあついてこい。さあ行きましょう。準備はいいな、ライダーさん。ボルデの丘出発だ。よし行きましょう。お、あそこにアプトノスがいるぞ。全力でぶつかってみようか。後輩、えらいラグビーでもすんのか。そうだ、やってみようぜ、ライダーさん。俺もナビで手伝うからさ。戦えばいいよね。オッケー。うん、タックル。さあ、バトル開始。はい。まあ、この辺はね、もう、2と一緒だと思うけどね。アプトの総選択と、はいはい、あ、一緒だね、一緒だね。あ、出た、3すくみも一緒だ。はい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 。あ、そういう、そう考えると、全然変わってないんだね、その辺は。はいはい。まあ、この辺はもう、特に見る必要はないかな。ちょっとスキップしていこうか。お、ボルデ山来たね。俺の印刷はここまで。ここから先はお前たちだけで儀式をやり遂げるんだ。絆石を清める水場のある試練の間はあの洞窟の奥だ。気をつけていくんだぞ。試練の間か。なんかライターズでもこんな感じのところあるよね。こっから来てんのかな。そうだ後輩、応援をしてよう。俺のスキルだ。出た、応援ってあれよね、確か。何だったっけな。 HP が回復するとかそういう系だったかな。この試練を乗り越えれば儀式は終了だ。頑張れよ後輩。 OK。先輩の応援を入手した。なんか地味にいらないんだよな。このケルビか。ケルビは戦えないんだね。オッケーオッケー。ん？あれプーギーじゃないか。あいつ迷子になってんのか。あ、プーギーね。へえ。はいはい。家に連れて行ってあげるってことなのかな。でんてんでんて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 ん。これね、音楽の、音楽じゃない、何回かこう撫でてあげて、程よいところでやめてあげるとめちゃくちゃ喜ぶのよね。というわけで、プーギーが、糞を落としていったので、それを拾っていく。薬草だね。お、試練の間来たね。ここで、儀式を行うわけね。OK、回復の粉。何かこれはバトルをする予感がするぞ。いや、綺麗なとこだね。この、お、何、あ、これもプーギーだ。色違いのプーギー。すごい、めちゃくちゃ体調悪そうなプーギーやな。さあさあさあ。これ一人でやるんかな。ここが新鮮なる水源だな。よし、絆石を水に浸そう。やったな、これで儀式は終了。正真正銘のライダーさんの誕生だ。さあ村へ戻って報告だ。おお、ライドオンってことで、なんかすごいね、子供向けの感じがすごいするね。いいんじゃないですか。絆石ピッカピカに光ってたな。もしかしたら今の儀式で絆石の力が解放されたんじゃないか。はいはい、なんか絆石の技かな、ありますよね。多分それが解放されたのかな。はいはい、オッケー。じゃあ、あとはもう帰るだけかな。よし、帰ろう。すごいな、ヒゲがピリピリするな、この辺り。妙な気配がするぞ。なんかあれだね、黒子のバスケでいうところのゾーンに入った時のような目の光り方。目が光ってるわけじゃねえか。ひげがピリピリしてるんだね。
わ、出た出た、ナルガクルガ、1年前のナルガクルガじゃないんですか、これ先が伝わってくるぜ。撃退しないと村に戻れないぞ、こいつを追い払おう。いや初期装備でそれは無理だって、かなり手強いやつだぞ、これはあんま勝てないパターンだね。ただまあナルガはおそらくスピードタイプだと思うので、まあ戦うとするならばテクニックだよね。そうだと思ったよ。てよ、はい、まあこんな感じでもうやってかさ、技とかってあんの？あ、出た、応援しかないのか、応援だけじゃ戦えんべ。まあ戦うしかないな。出ました、ポケダン、いた、強すぎ。いやもう攻めろ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 、おお攻撃ダウン、うん、無駄無駄、そんなんやったって勝てやしないさ。うわー、お供が乗れって言ってるぞ。ライドオンだ、お、これだね、まさしくライドオンの技、かましていくぞ。3つの攻撃タイプから選んで攻撃だ。ただし真っ向勝負で負けが続くとお供から振り落とされ、あ、1回だけじゃないんだ、何回か戦えるってこと。いいよ、じゃあテクニックでいこう。いけ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 、お、へえー、なるほど、これあれだね、2とは違う感じだね。いや、いいよ、どんどん攻めていこう。ただやっぱ、あ、モンスターによってはね、ところどころで、あ、やった、ダウン奪った。そのところどころでパワーとかスピード、テクニック、いろいろコロコロ変えてくるやつとかおるからね。ライドオンの時だけ使える強力な技だけど、技を使ったらライドが終わってしまうんだ。あ、なるほど、これを使ったら終わるんだ。絆の力が強ければ絆技も強くなる。 OK、 レベル3、よっしゃ、かまされ、あたた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 、お、なんか落とした、バイバーイ。 OK、 ナイスー。やった、ナルガクルガを追い払ったぞ。どうだい、俺の的確な指示、かっこよくてビリビリしびれてろ。うん、でも大丈夫、これはまた村に戻ったりせんかな。あっと、ライダーさんもなかなかだったぜ。さあライダーさん、村に戻って報告だ、明日に向かってライドオン。翌日、まだかよ、素晴らしい活躍だったな。お前さんが村の危機を救ってくれた、礼を言うぞ。さて、これからライダーの生活が始まるの。ライダーはモンスターから大切な卵を預かり育てていく。じゃが、一方でわしらはモンスターの命を糧にして生きておる。あ、さっきのアプトノスとか、お肉にしてるんですかね。お肉にして食べてるんでしょ。お前さんは野に咲く花に目を留めたことはあるかの。野に花が咲けばそこに虫がやってくる。虫が花の蜜を集めればその蜜を食する生き物がいる。その生き物の命をいただいてわしら暮らしているのじゃ。これも現実の世界のもこうだよね。花も虫も生き物も不要なものは一つとしてない。巡り巡る命の営みの中にわしらは暮らしておるのじゃよ。何気にいいこと言うよね、このじじい。すべての命に感謝の気持ちを忘れてはならんぞ。難しく考えなくてもよい。大事なのは愛とラブじゃ。ほっほっほっ。愛とラブは同じ意味だぜ。そっか、先輩は村長の真似をしていたのか。まずはダン先輩の元へ向かうといい。お前さんのためにライダーに必要なものを用意してくれるはずじゃ。良いな、お供と絆を深め立派なライダーになるのじゃぞ。そうじゃ、お前さんが村の、武具や雑貨屋を使えるように話をしてる。あ、オッケーオッケー、後で見に行きますわ。さあさあさあ、早速なんやけど、私今体験使ってるんだけど、2の時に使ってたのも弓だったよね。だから弓に変えますわ。で、あんと装備もいいのがあったらちょっと欲しいな。お、まだこう。あのナルガクルガを追い払ったって大活躍だったんだね。小さい時は何泣き虫だったのに、ライダーになって村まで救うなんて私とっても嬉しいぞ。しんちゃん本当におめでとう。今日は私が料理当番だから、うーんと美味しいもの作ってあげるね。そっちのニャーちゃんにもね。ニャーちゃんだって？え、ニャーちゃんは嫌だったかな。俺にはライダーさんにしっかり伸びをするナビルって名前があるんだ。ごめん、じゃあナビルだから、ナビちゃんってのはどうかな。うーん、まあいいじゃないかな。よかった、私はリリアっていうのよろしくね、ナビちゃん。そうだ、まだこ、村の人たちが頼みたいことがあるんだって。クエストボートに情報が載っているから後で見てね。
オッケー。ちょっと武具屋行こう、武具屋。待って、もしかしてだけど武器4種類しかない、弓入ってないパターンかな。まあもしかしたら物語進めていったらあるかもね。とりあえずは体験でいこうか。よし、オッケー。あ、なるほど、リリアってあのリリアだったんだね。確かに2にもおったわ、リリア。なるほどね、あのリリアか。なるほど。あ、アユリアもおるやんアユリアもおるし、あ、なんか何でもあるな。いや、アユリアの装備いいな、性能比較。あー、そうね。あ、でも全耐性が1上がる。目つぶし、長持ち、目つぶし、あ、閃光弾とかそういう系ね。はいはい。アユリアちょっと欲しいな。性能だけ見た感じだとこのミル装備が良さそうだね。体力中も上がるし、これにしよっか。ミル装備にしよう。よくやった、まだこう絶好調じゃないか。あのナルガクルガに出くわしたのは想定外だったが、試練を乗り越えよく無事に戻ってきてくれた。さすがだぞ後輩。次に必要なのはお供を育てるための厩舎だ。そしてここがお前の厩舎というわけだ。自由に使ってくれてぞ。オッケー。モンスターからいただいた卵を、厩舎で返してお供を増やしていくんだと。モンスターの層を見つけるのもこれまた簡単じゃないんだが、なーに心配はいらん。こういうのところ俺が早起きしていい感じの巣を見つけておいた。あ、ほいほいほい、なるほど。じゃあ卵を今から回収してくるってわけね。早速行ってこいと。あ、お供にライドオンしていくという、あ、やっと乗れるんやね。オッケー。この先がモンスターの巣かな。道はないけど大丈夫だ。こうライドオンして石の台座からライドアクションだ。ドスランボスのジャンプ力を生かそうと。はいはい。ドスランボスはここをねピョーンと乗り越えることができると。これは2でもあったね、こういうのは。さあ、しっかりとアイテムを回収していく。これちょっとね、微妙に止まれるのがちょっとあれよね。まあ慣れたら多分そんなことないと思うんやけど、ちょっと微妙に止まれない。OK。ん？匂う、匂うな。この奥から卵の匂いがしてくるぞ。これは間違いないな。ライダーさん、中に入ってみようぜ。しんちゃんと、あれだな、遊戯が混ざってますわ。おっと、ちょっと良さげな岩があるぞ。採掘してみなきゃ。あ、OK、採掘しよう。砥石かい。お、来たね。このね、卵の周りにね、意外とアイテムが結構たくさんあるんよね。この辺のアイテムはしっかりと回収していく。で、2の時もそうだったんだけど、なんか地味にね、お金がね、足らなかったりする時があるから、ちょ、曲がれん。曲がれんよ。あ、そうか、これ歩けばいいんだ。こうやれば歩いてくれるんかな。あ、すごいすごい、めっちゃゆっくりになった。これは採取しやすいわ。はいはい、進んで進んで。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、これいいな。ただちょっとゆっくりすぎるな。ん？何？すぐ取りに行った方がいいってこと？いいよ、じゃあすぐ取りに行こうか。で、ここで、わっ、卵だ、本当にやったぞ。あ、いやいやいや、俺の鼻に間違いはないさ。直感で言ったんかこいつ。さあ、巣から卵を拾ってみようぜ。はい。これ一回降りないといけないんだよね。降りると。降りますと。はい。で、これ何回かね、選べれるんですよ。とても軽い。ひー、俺はもうギブアップだ。どういうこと？そう、もう一回数えるじゃないわ。はいはいはい。これね、3回くらいするとね、なんかいい卵手に入るのよ。マジか。まあいいや、軽い卵で。この中、色なんかリオレイヤーっぽいね。よーし、持っていこう。さあ、何が生まれるんでしょう。ちょっと楽しみやね。あ、草食の卵か。じゃあ、プトノスだな。オッケー、じゃあちょっと。元の場所に戻ろう。こんな早く卵を持ち帰ってこれるなんて絶好調じゃないか。卵と絆を結んでモンスターを返そう。早速、厩舎に向かうんだ。救急車どこ？オッケー、左側だね。あ、ここだ、すぐ近くだわ。さあ、返してくれよ。多分アプトノスでしょ。ライダーさん、卵を持ってるにゃ。新しい音も楽しみにゃ。よし、行こう。よしよし、行こう。
はい、正解アプトノス。まだ来いよ、ライダーの暮らしにも慣れてくるじゃろう。そろそろお前さんに話して聞かせておきたいことがある。黒き闇、黒の木を木のことじゃ。それなら俺も見たぞ。あのナルガクルが黒いモヤに追われていた。うむ、それが黒の狂気じゃ。陰性の頃よりそれは存在しておる。黒の狂気はモンスターを犯し、モンスターを介して広まっていく。一体何なんだ黒の狂気って。自然現象の一つと考えられておる。風のように現れ、風のように消え去るからの。それがどういうわけか、今回はなかなか消えぬのじゃ。消えなかったらどうなるんだ。この世は滅びに向かうじゃろう。にゃあ、だって。じゃが希望はある。絆い日には黒の狂気を浄化する力があるのじゃ。ただしその力を発揮するには絆い師の力を強めることが必要となる。今のお前さんたちにできることはお供との絆を深めることじゃ。ライダーとお供の絆が深まるほど絆い師の力も増すからの。わしも引き続き黒の狂気を監視しておる。新たな動きがあればお前さんにも伝えよう。さあ村に戻って修行を積むのじゃ。鍛錬あるのみですね。村長との話は済んだみたいだな。では修行を再開する。次の修行は回復薬を5個持ってくること。そうだね、私も今直感的にそう思ったわ。ただのパシリやないかと思ったけど。何、お店に買いに行く。違うな、それじゃ修行にならないだの。ただのパシリだぜ。ふふふ。そこでライダーの必須のスキル調合の出番。あれだね、薬草と青キノコだね。調合といえばレシピだ。ここに回復薬のレシピがある。この通りに材料を集めてこい。これさ、ライズとかだと回復薬はあの薬草2個でできるんよね。ただ昔からやってる人からすれば薬草と青キノコなんだよね。材料が揃ったらキャンプメニューの調合、いつでもレシピ通りのアイテムが作れるぞ。 OK。 調合か、何が作れるんだろう。でもとりあえずあれだよね、調合っつったらやっぱこれか、回復薬。生肉寿司、生肉寿司だって。なんて豪華な、あれかな、馬の肉かな、馬刺しかな。馬刺しの肉巻きめっちゃいいやん。回復薬のレシピと、あ、違う違う、こっちか。はいはい、なんならもう作れるけどね。ただ5個作るにはね、ただキノコが足らんねえ。ちょっとキノコ回収しに行こう。これさ、卵の色によってモンスター変わったりするんかな。初期の頃でさ、この色の卵ってなかなかないと思うよね。モンスター自身の色とかにちょっと関係あるのかなと思って、この色はね、いや、ヤンガルルガじゃねえと思って、いや、でもこんな初期でヤンガルルガ出るわけないよなと思って。まあ、とりあえずちょっと卵見てみようか、これ。ちなみにその金の、あ、ガジュだって。ガジュ？あ、めっちゃ期待できるよ。あれかな、ドスファンゴとかかな。よし、ちょっと、戻ってみよう。さあ何が生まれるでしょう。おお、いきなり青柱やん。これは熱すぎ。やった、めっちゃ怠けてる顔してるな。ベロも横から出てるし。やった、プーさんゲットした。これ普通に嬉しいわ。よーし、オッケー。まあ、早速ね、青キノコ何個かゲットしたので、多分これで調合できるでしょう。調合の回復薬ね。これを5個だっけ？ 5 個作れていったよね。5個作りますと。OK、ナイス。さあ、これで、誰だっけ、このゴリラに話しかけると。おお、絶好調だな。確かに回復薬が5個ある。見事だ。これで1人前のライダーにさらに近づいたぞ。作った回復薬は忘れずにバトルポーチに設定をしておくこと。ライダーとしての心がけだ。次が最後の試練だ。村長が直々に試練を下さる。村長の元へ向かえ。村長からの試練を成し遂げれば一人前のライダーだぞ。なんかバトルなんとか、バトルパス？バトルポーチか。っていうのがあって、多分ここになんか入れなきゃいけないみたいね。はいはいはい。あ、この辺もあれか。リアルのモンハンを忠実に再現してるって感じね。確か2では、2ではね、多分、
そのままアイテム使えた気がするけど、多分その辺も修正されたんだろうね。でも確かにこっちの方がリアリティはあるよね。実際にさ、その物を全部持っていけるわけじゃないからね。そういう面ではリアルだわ。お前さんにライダーの掟について話しておこう。ライダーとなった者は村の外へ出ることはできんのじゃ。なんで外に出ちゃいけないんだよ。楽しいこといっぱいあるのに。引きこもっておけというわけか。外の人々にとってモンスターは絆を結ぶ相手ではないからじゃ。ライダーにとっては当たり前の暮らしじゃが、外に出れば当たり前ではなくなるのじゃよ。いにしえの頃からわしらはモンスターと寄り添い生きてきた。しかしそんなわしらの生き方を恐れる人々もおる。ライダーは人里を離れることで自分たちの暮らしを守ってきたのじゃ。だけどなんだか窮屈だな。そうなんやね。この世界線はね、モンスターを狩る、まあ、いわゆる初期からあるモンスターハンターっていう人が普通にいますからね。ほんほん、正直なイルージェ。それでも起きては起きて守られる理由があるのじゃよ。よいか、まだ断りなく村を遠くへ離れてはならぬぞ。とは言ったが、わしらの目の届く場所であれば話は別じゃ。そろそろお前さんは森には入って良い時期じゃろう。実は最近森の入り口付近に青柱が居ついてしまってな。しかもその青柱はとびきり気性が荒いと来ている。刺激しないよう森を立ち入り禁止として住みどころへ戻るのを待っていたのじゃが、困ったことにいつまでも戻りそうな気配がないのじゃよ。多分ね、プーさんの大好きな蜂蜜がいっぱいあるんでしょうね。あいつが住みから戻るよう後押しをしてやってはくれぬかの。お前さんにとっていい腕試しにもなるじゃろう。ライダーにとって初のお仕事じゃ決して気を抜くではないぞ。オッケー。さっきもね、青柱ゲットしたので早速使ってみましょうか。よし。ん？誰かおるぞ。あ、リリアじゃん。まだ壊す。村の外がどうなってるのかなって考えたことない？ライダーは村から出てはいけないから外の世界を知ることができないんだよね。外の世界を見てみたいな。私にしかできないことがある気がする。外の世界のことなら俺に聞いてくれよ。世界中を旅してきたからどうなことだって知ってるぜ。あっと、そんな俺でもライダーがいるってことは知らなかったな。モンスター乗るんじゃなくて狩るもんだと思ってた。あ、そっち側の人間ですね。外の世界はハンターでいっぱいだからさ。ハンターのことなら聞いたことあるよ。狩りをして暮らしている人たちのことなんでしょ。ああ、でっかい武器を背負って筋肉がムキムキ。そうか、会ってみたいな。想像するだけでワクワクしちゃう。だったら、ギルデーカランに行くといい。世界中からハンターたちが集まって祭りみたいに賑やかなんだ。だけど、そんなに広かったら迷子になっちゃうかもしれないね。だったら俺に任せてくれよ。なあ、ライダーさん。ライダーさんは外の世界に行ってみたいよな。だけど、マドコはライダーだから、村の外に出てはいけないって掟があるんだよね。あ、ライダーは村の外に出ちゃいけないんだ。なるほどね。村長だって窮屈な掟だと思ってるはずだぞ。きっと一人前のライダーになったら村の、外へ出るのを許してもらえるさ。そんな甘いもんじゃねえぞ。そん時は俺が町まで連れてってやるよ。ナビはバッチリ任せとけって。なんかすごい永遠の課題って感じがするよね。ライダーとハンターとの共存っていうね。まあ、こういうなんか題材があるからこそ、多分ね、モンスターハンターストーリーズ3もいずれ出てくるんじゃないかなって思う。こういうなんか永遠のテーマがあるからこそ成り立つ物語みたいなのがね、きっとあると思うんで。お、聞いたねー。お、魚食ってる。鮭かな。ちょっと青柱さんは蜂蜜でしょ。あれかな、刺身を食ってんのかな。 OK、 戦っていきましょう。ちょっとね、青柱持ってるから戦おうと思ったんだけど、多分こいつパワータイプだから、ランボスのスピードタイプの技とかを真っ向勝負で仕掛けた時に多分有効かなと思ったので、多分パワーだと思うよ。だからスピードでいきます。やっぱそうだね。 OK、 かましたれい。いいね、攻撃力ダウンね、地味にやっぱ強いから。さあ、もうスピードでどんどん攻めていきます。いくぜ、ダブルアクション、ドンと。いいよ。さあ、どんどん攻めろ。お、来た来た、ライドオンしちゃうぜ。さあ、絆技。
お、来た来た、ダウン状態来たよ。これで戦って、さらに、あ、待てよ、ダウン状態ってことはこっちの絆技を使ってもいいのかもしんないね。あ、こっち使うか、絆技かましたろう。ドスラッシュ、オッケー、ナイス、起き上がった。まあまだ倒れぬか。ちょっとランボススピードの技上げろって。多分パワータイプの技しか出してこないと思うから、もうスピードで攻めよう。まあまだもうちょっといけるやろ。さあ私に攻撃してくるがいい。あ、出た、蜂蜜アップ回復かな。あ、出た出た、体力回復系ね。こいつ魚も食うし蜂蜜も食うんだよな。つかテクニック次。おお、テクニックはちょっとやばいね。負けちゃうからね。ちょっと回復薬使おうか。ランボスに使います。さあ行け。いやー、やっぱ食らうね結構。あ、オッケー、次スピードね。よし、いいよ、次は私もスピードでいきます。いくぞ。うわー、41ダメージ当てて29、全然ダメージ食らえせてないじゃないですか。攻めろ攻めろ、やばい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 、なぬ。まあダウン状態というわけなので、ここはまあ攻めた方が良いのかなと。ただ体力2はやばいね。ただまあハートが3つあるんで問題もな。え、待て待て待て、焦った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 。あ、こういう仕様ね、こういう仕様ね、はい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 。焦った焦った。2だったらめちゃくちゃ連打して戦うっていう感じになってたんやけど、こっちはボタンを押す系ね。オッケー、よし、普通に戦おう。ここはスピードでいけ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 、かましたれ。さあまだいくよ、まだいくよ、レベルをどんどん上げていく。え、どんと、くそ、長期戦しやがってこいつ。まだまだ攻めるぞ。ここでスピードが効かない。あ、蜂蜜食うとるときはスピードなんだね。オッケー、スピードということはテクニックだね。おい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 、散々じゃねえか。くそ、うんちかよ本当に。ここはどうしようかな。でも回復してもいいんだけど、一回そうだね、ハートを削る、ハートを削ってもいいと思う。今パワー、待って待って待って、全然読めないんだけど、どういうこと。はいはい、ここでまあ復活していく。まだまだ、まあここで、いやどうしようかな正直。え、待ってよ、本当にタイミングが分かんない。どのタイミングがスピ、どのタイミングがテクニックで、どういうタイミングがパワーかが全然分かんない。あ、オッケーオッケー、今はダブルアクションドンと。やられんかな、くえ。いやーでもな、ランボスも一回やられて体力回復した方がいいと思う。ちょっとステミタックルでいきます。いやどうしよっかな、もう正直読めんから、もうスピードで攻めるしかないわ。あ、出た、蜂蜜パワーね。蜂蜜パワーするっていうことは、まあ多分テクニックでしょう。次パワーで攻めます、次パワーで攻めます、パワーいきます。うわ、パワーか。いや、それは読めんて。あー、もうしゃあないしゃあない、そこはしゃあない。次やられんかったら大丈夫。いやマジで読めんな。蜂蜜今攻撃力上がってんのか、攻撃力か。まあでもさっきパワー使ったから、さすがに次もパワーじゃないんかな。あ、オッケー、来た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 、さあいけ、ドーン。さあぼちぼち終わるんちゃいます。いやもう体力回復がやばすぎ、やばい。初戦相手にこれだけ苦労させられるとは正直思ってなかった。だが次もパワーじゃないかな。いやー、テクニック、おいお前どのタイミングでテクニックなんだよ、意味がわかんねえよマジで。これはいや、さすがに、いやどうだろうな、テクニック来ると考えよう。いやー、互角マジで読めないですね。さすがに今パワーでしょう。スピードでいきます。いやー、こりゃきついで。でも基本はやっぱパワーって捉えた方がいいよね。絶対そうだわ。いや、体力回復量えぐすぎ。いや、もうスピードで攻めまくる。いけ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 。
もう初戦のボス相手としてはちょっと強敵すぎひんか。うわ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 、どのタイミングでテクニックなんて全く読めねえわ。もう出て、まだまた技を出せへんかったし、やばすぎだろこれ。ドスランボス回復します。さすがにここで負けたらもう終わりだからね。いいよ、攻めろ攻めろ。いやもうライドオンしたらすぐ技出した方がいいな。解除されたらもったいないからね。攻めろ攻めろ攻めろ、とにかく攻めろ。来た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 、攻めろ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 。パワー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 、力で攻めろ。いけ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 、はい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 、オッケー、ナイス、よしよっ、ああよっしゃ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 、危ねえ、結構ギリギリだったぞ。いやこれちょっと難しいゲームかもしれん。ちょっとレベル上げたりとかさするのも結構必要なのかもしれない。なんだろう、枯れているのか。危険だ、触ってはならない。誰だ、おお綺麗なお姉さん、おお誰だこの人、誰だお前。黒い草がここにも侵食が進んでいるようね。風もざわついている、闇が詰まっている証拠と考えざるを得ない。君たち調査が済むまで森へは近づかないように。あ、調査団か、はいはいはい、あのリリアがあのこの後行くところね。この後つうかまあ将来の話ね。翌朝、森の中で出会った人だっけ、一体誰なんだろうね。この村の人間じゃない、黒い草がどうのこうの言ってたな。黒い草、ああ侵食が進んでるとかなんとか。黒の狂気だ、お久しぶりに出たな、シュバル。狂気に侵されたモンスターがどこかにいるはずだ。俺がこの手で仕留める。そんなのダメ、そんなのライダーのすることじゃないよ。モンスターと絆を結ぶのがライダーだってソムナ村長が言ってたでしょ。ウラおばさんだって悲しむ、シュバル間違ってるよ。母さんのこと言うな。俺がライダーになったのは敵を取るためだ。モンスターは絆を結ぶ相手じゃない、倒すべき相手だ。俺は忘れなし、許さない。またこも間違ってるって言いたいんだろ。でも俺には俺の考えがある。お前とお前は違うんだ、シュバル。まいったな、どうする。そうだな、とにかく二人を追いかけよう。こうとにもかくにもシュバルを追いかけないと。シュバル、お、なんか、あー、ドスイオス、マジか、また戦うの。いや来ないで。いや誰か助けてくれ、こんな強敵戦えんぞ。キエーイ、いや戦うんか結局。いやーもうこのランボスとかイオス系の中ではトップですからね。いやーこりゃ戦えるか。どうだろう、テクニック系な気がするな。うわ毒液、やめて。いやーす、いやちょっと待ってくれ、これね音も変えた方がいいかもしんない、毒状態だし。変えよう、青柱に変えます。頼むだ青柱、さあ戦っていこう。多分だけどテクニックタイプじゃないかな。うわまた毒液してくる、攻めろ攻めろ攻めろ。いやこれやられる前にやらんとちょっとマジできついわ。ちょっと回復薬とか全然持ってきてなかったよね、ちょっと見てみようか。回復薬はあ3つしかねえわ。あでもか、薬草10個あるからまあなんとかなるかもしんない。ただ使わずして戦っていきたいところ。こいつは毒にしかせんやん。出た蜂蜜パワー、ナイス体力回復。これ継続して回復するんかな。
テクニック、まあ、とりあえず私パワーで、あ、スピードか。ということは、あ、勝てるか。テクニック勝てるね。テクニックで攻めればいいのね。オッケー。じゃあテクニックで攻めましょう。いくぜ。ダブルアクション。いけ。いいよ、いいダメージ入ってる。さあ、テクニックで。多分だけど、勝手なイメージだけど、テクニックだけでいけると思ったら、全然パワータイプになったわ。かあ。相変わらず読めんわ。ちょっとライドしよう。これは、どうしようかな。いやー、スピードじゃないんかな。あ、来た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 。勝てる勝てる。ただ、フッとしたタイミングでね、そうじゃなくなるから。待って、レベル2、もう使おう使おう、もうこれ使った方がいいわ。いけ。オッケー、ナイス。いいダメージ入ったよ。ちょっと待って、私死にそうだな。まあまあ、ハートはね、最後の最後まで残すというか、ハートが1個になったら、回復薬とか使った方がいいと思う。ちょっとこれは青柱に合わせよう。きた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 。パー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 パさあ次私かな。テクニック。出ました。次もスピード攻撃なんちゃうんすか。来た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 。やっぱこれを当てられるだけでもね、かなりダメージ当てれるから、積極的に狙っていきたいところやね、これは。来た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 。オッケー。きた、ライド行くぞ。さあここは普通に攻撃。わあ、これちょっとどっちかなー。いやー、ちょっとこれは分かんないな。いや、無難にテクニックでいこう。よし、きた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 。攻めろ、ケツアタック。きたー。やっぱこのライドの時は無難に攻めない方がいいかも。何回も攻めない方がいいわ。ライドアタックした方がいいわ。よーしよ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 し。いいな、ナイスナイス。ありがとう、マダコ。どうしたんだ、リリア。それはいいよ、その毒だ。一刻を争う。うわ、びっくりした。お前、また出たな。解毒薬だ。一気に飲みたまえ。ありがとうございます。あなたは一体。おお、謎の声明。あ、隊長、みっけ。こんなところで何やってんすか。隊長、よくあ、おお、シュバルは、シュバルはどこに行ったの。もう食べたっちゃった。隊長、ひょっとして王立諸子隊の。ええ、諸子隊を取りまとめております。隊長のシモーヌと申します。諸子隊のことなら噂で聞いたことはあるが、なぜこの村に。それなら俺から説明してもらうっす。我々は環境の変化を調査してるっす。あ、申し遅れました。俺は副隊長のパパンです。気軽に副隊って呼んでくれて OK っすよ。ずいぶん軽い兄ちゃんだな。黒く枯れた草、凶暴化したモンスター、それらに、心当たりはないですか。黒の狂気か。まさしくなるか来るが、諸子隊が動けねばならぬほど侵食が進んでおるのじゃね。ええ、おっしゃる通りです。あの危ないところを助けてくれてありがとうございました。レイナードに出発の前に元気な姿を見れて安心したよ。あの、私も連れて行ってくれませんか。なんだって。黒の狂気のこと知りたいんです。お願いです。私も調査に加えてください。無茶を言うな、リリア。シュバルも無断で無駄を。で、ほんまに出ていったんや。出ていって、その上お前まで。大体王立諸子隊に入隊など、お断りする生半可な決意で務まる者まではない。生半可な口はありません。私知りたいんです。この村で外で起きていることを。ずっと自分にできることを探していたんです。友達を、みんなを助けたい。よすんだ、これ以上の無茶を。許可しよう。意外と軽かった。どうして。
これも何かの縁だ。最初は見慣れだけど、それでもいいね。はい、もちろんです。ちょっと止めないんすか、村長。ほうほう、仕方がないの。どうして、なんでお前泣くんだ。この子はライダーにはならず己の道を見つけたいと言っておった。ここは喜んで送り出そうじゃないか。ありがとうございます、主な村長。まどこナビちゃん、私行くね。私シュバルを見つけ出す。必ず一緒に戻ってくるからね。そうだ、これをあげる。私の宝物、モンスター図鑑だよ。よく3人でこの図鑑を眺めてたよね。まだこもシュバルもモンスターが大好きだったから。元気でね。ちゃんとご飯食べて立派な、ね、オッケー、立派なライダーになるぜ。さよならはいつだって突然だな。泣いてもいいんだぜ。ハンカチはないけど。俺のモフモフな毛だったら貸してやる。吸水性はなさそうだな。オッケー。まあ、ようやく一人になれたというか。でも、こっからなんよな、物語は。これなんだ？水晶？お、出た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 。シュバル、あんた、それもしかして相棒の。いや、どっかのタイミングでシュバルとね、仲間になって戦いたいよね。そうなるとかなり心強いよ。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかな。数日後、リリアのシュバルもいなくなっちゃったんだな。二人がいなくなって、この村そのものがしょんぼりしちゃってるように見えるぜ。ハンターさん、白雲村の様子を見に行ってみようか。はい、というわけでね、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。次回ね、もうちょっとお供を少しね強くしたりとか、もうちょっと強いやつがおったら、そいつらを手に入れてちょっとね話進めていこうかなと思います。というわけで今日の動画でした。バイバイ。